はい、こんにちは、山亮と申します。まあ、思いっきりおはようございますの時間なんですけど、ね、ただいまね、7月の19日、2020年のね、朝の6時37分ということで、ね、どこにおるかというと、まあ、いつものごとく、毎度のごとく、旅の始まりはやはりここからということでね、近鉄四日市からなんですけど、こうしてみるとね、なんかちょっと寂しくなりますね。スターアイランドがね、もう解体工事が本格的に始まるみたいで、ね、なってます。ちょっとさ、ね、ずっと使っとった身としてはね、寂しいところでもありますし、仕事でね、結構中に入ったりすることもありましたんでね、あれですけど、ということで、いつものことか、スナール鉄路の方、今日の何からするかというとね、名古屋に行くんですけどね、友達がね、今日は友達と、まあ、というかね、うちのスターステールのね、あれです、検討会議ですよ、会議、あくまでも会議です。もうただ飲んでくっちゃべるだけですけど、あくまでもね、これスターステールの会議ですからね。ちょっとそう、この動画も1年以上やってますけど、多分こっちの動画には他の人って出たことないと思うんですよね。出てないですよね。実はニコニコ動画とかですね、あっちでね、昔上げとったやつなんかには結構メンバーの人がね、映っとったりもしてるんですけど、一人やってるわけじゃないんですよね。あくまでも、俺いつ入会したっけって思ってる人もね、いっぱいいるかもしれませんけどね。それぞれ私の知ってる人はね、半強制的にね、もうね、会員登録に入ってますからね。はい、住所と生年月日がバレてる方はね、もうね、基本的にね、うちのね、会員だということでですね、もちろんね、出なくてもね、そう、基本的にはもはや、チャンネル登録していただいている皆様はもう会員だと思ってますからね、私、はい。そんなことを置いといて、今日はね、そういうことでね、うちのね、サークルのね、会議の模様をね、お届けしようと思います。ついでに言っとったら、要は、視聴者様にね、先の動画で静岡行ったりね、天理行ったりしてるじゃないですか。そこで買ったお土産をね、今日はそれを渡そうということもありましてですね。一応そういう予定でおります。なので、じゃあそれにしてはね、早いんですよ。昼から集まるのに、なんで朝の6時にこんなところに来るのかな。今から何歩いて長屋にでも行くんかといったら、そういうわけではありません。今日はね、何をしに来たかというと、この後ね、とりあえず電車に乗って、名古屋に行ってね、名古屋でね、一キックやってからね、行こうかなという予定でおります。途中でね、切り上げて、合流して、でその後もう一回ちょっと取り直してみたいなことでね、考えております。ということでね、とりあえず一連のね、やつで撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。とりあえず急行のが早いかな、この時間微妙なんですよね。どっちの方が早いんだろう。とりあえずチャージしましょう。ちょっとね、特急はね、もう行っちゃってますんでね、よいしょ。そう、ちょっとね、乗り換えでね、さすがに間に合わないってことで、よし。時間なく入金も終わって、45分の準備できますかね。急いだ方がいいのかどうなのかよくわからないんですし、どっちが早いのかよくわかりませんからね。よいしょ。トイレ間に合うかな。まあ、いいか、トイレしようか。さてと。ということでね、関西駅までやってきましたけどね、結構乗り換えがあれなんですね、スースッと行くかと思ったら、なかなかそうはいかないみたいですね。今7時26分、本当はね、ここから普通列車に乗り換えてなんですけど、ね、7時台と次40分までないんですね。ですんで、ちょっと待ちが出ると。で、面白いのが、こっちに来ると急行と準急が上一緒になって普通で分けられてるんですよね。ってのも、これが四日市の方とかになってくると、準急と普通が一緒になっとって、急行が別で分かれとるっていうような表示の仕方が多いんですけど、なんでかっていうと、要はこっからの途中の停車駅が、ね、四日市とかから使う人の場合は、基本的にはね、こっから先行くのやったら急行か特急使うでしょっていうことでね。そうするとね、こっちの辺りをね、こう使う人が使うから、そりゃこれ一緒にしといた方が分かりやすいよねって。だからこっちね、こと上江駅に関しては、ここから先の途中の停車駅はストンとないですから、っていうことは急行と一緒にしといた方が便利だろうっていうことで、こういう風になってるってことなんですよね。結構
この種別の書き方が駅によって結構バラバラ違うんでね、それは近鉄の面白いところでもありますね。さあ、で、ですんで全然まだまだ時間があるんですよね。普通にあれかな、名古屋から行った方が良かったかなっていう気もしてますけどね。まあただね、ちょっと名古屋からだとね、いろいろとまた撮影とかもしにくかったりとかね、いろいろとありますんでね、今日は乗り換えようと思います。珍しいですね、準急で5両編成って珍しいですけどね。朝の運用はこういうのがあるんですね。おかげで広々と使えたんでね、助かりますけど。ということで、まあ、で40分までね、ちょっと時間ができますよということですね。まあ、ちょっとどころじゃないか。ね、校内のね、売店とかがあったらいいんですけど、そういうのもないんで、通電車が来ましたね。あ、いや、自販機で買おう。よし。よかった。列車は結構早めに入ってくるんですね。まあ、通過待ちとかもしますからね。でもまあ、これだったら、富吉へ乗り換えたらよかったですね。多分富吉始発なんですよ、こいつね。なんでかというと、富吉だったらね、ちょっと車両基地とかあるんでね、いろいろ列車も映ってて、ちょうどね、島風と伊勢島ラインが止まってましたしね、あっちで取りゃよかった。3両編成で参ります。危険ですから、黄色い線までお下がりください。名古屋まで各駅に止まります。でこっからは通名古屋行きで発端まで向かいますよ。はいよ。ってことでね、近鉄八田駅までやってきました。まあ近鉄というか八田総合駅ですけどね。まあ今近鉄のホームで、でもうすぐ横にね、ちょっとずれたところに JR のホームが見えて、あと東山線がね ありますよってことでね。まあ今回はこのね、東山線の方に乗ってね、まあちょっと首都企画を打とうじゃないかということでございますね。ということでね、まあここは八田駅、まあこんな感じ、終点の高畑から隣のところでってことなんですけど、まあね、人も少ないですし、ここでね、今回のね、一つ目の企画ね、紹介していきたいと思います。今回何やるかって言ったらね、あれですよ、もううちのチャンネルでは定番となってきました、ターミナルのシリーズですね。やっていこうということでね、こうね、これです。ここでですね、土日エコ切符ね、今日は土日エコ切符買いますから、土日エコ切符買って、で、要はこれ端っこに行きたかったんで、要は名古屋まで行くとまたここからぐるっと戻らないといけないんで大変なんで、貼ってやったらね、すぐ高畑がね近いですから、ここからね、このターミナルを始めて、で、予定としてはね、ここからね、くる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 っとね、時計回り、先に中村区役所は寄ると思いますけど、中村区役所寄って、で、そこからの、上尾台に行きの上尾台って次はどこなんだ、そうすると、上飯田とか、まあ、藤ヶ丘、行きの赤池寄って、で、まあ、徳重寄ってという感じで、真ん中を避けてね、真ん中が混みますね。特に名古屋栄方面から、この辺りがね、混みますから、そこをちょっと避けながらね、こう、端っこ端っこ端っこをね、スースースーっと行ってね、名古屋港とかね、この辺りを攻めて行こうかなと思います。駅数で言ったら、そうか、環状線になったからそこまで多くないんですよね。1、2、3、4、5、6、7、8駅か。8駅やったらね、日の丸の間に、まあ、日の丸は厳しいかな。ただまあ、どうせ集合する場所は名駅が、上前津ですからね。これがどっちになるか、未だに今日の話やのに決まってないっていうのは怖いですけどね。まあ、そんな感じ。とりあえず、土日エコ切符を買ってきましょうかね。よいしょ。ただね、今日失敗したのがね、この企画やのに土産物とかが入ってるのにくっそ重たいんですよね、カバンが。
これでね歩いたりとかいう企画やろうっていうのがね、なかなか失敗したなと思いますけど、まあこればっかしは仕方ないですよね。